中華人民共和国と中華民国が統治している地域。視認性のため、当初の大きさは誇張されて描かれている。二つの中国は、1949年以降、中国の政党政府を辞任し、台湾海峡両岸で向かい合う二つの国家政権と、両者の関係、ありようについての政治上の概念。1912年、愛新閣ラフには、侵害革命により、 皇帝の座を追われ、南京で孫文を中心とした革命側が中華民国を建国する。同時期に北洋軍閥総帥の遠征外率いる北京政府が成立した。1912年から1949年まで中国では軍閥による闘争、日中戦争と国境内戦が起こった。この動乱の時代には様々な短命政権が立て続けに成立した。 遠征外の北京政府、中国共産党により設立された中華ソビエト共和国、中華共和国、満州国、王朝明政権などである。なお、第一次世界大戦後に成立した国際連盟においても北京政府と革命側政権の間で代表権をめぐる争いが発生している。国境内戦の結果、1949年に 毛沢東率いる中国共産党は中国大陸を掌握し中華人民共和国を10月1日に成立させる。蒋介石率いる中華民国政府は同年中国大陸を離れ台湾を拠点とするようになる。戦いはその後も数年続いたが朝鮮戦争開始時には支配権がくっきりと分かれるようになった。北京の中国共産党率いる中華人民。 共和国政府が中国大陸を勢力下に収めた一方で中国国民党を率いる中華民国政府は台湾と大陸沿岸のいくつかの当初を勢力下に残した。建国後初期の中華人民共和国政府を正式な政府として承認した国は東側諸国、西側諸国を含む多くの国々はそれまでの歴史的背景から中華民国と国交があり、 1970年代以前は中華民国が国際連合を含む多くの国家に中国大陸と台湾を含む中国の政党かつ唯一の後継政府であると認識していた。国連においても中華民国は設立当初の加盟国であり安全保障理事会の5つの常任理事国の1つでもあった。しかし1971年国際連合総会は 国際連合総会決議2758を採択し、小介析率いる中華民国の代表を中国の代表とみなすことをやめ、国際連合から追放した。この後、アメリカを含むほとんどの国家が中華人民共和国を国家として承認した。中華民国はその後も中華人民共和国と中国の政党政府の座をめぐって対立していた。 しかし1990年以降、台湾独立運動の高まりにより、中国の政党政府をめぐる議論に変わり、台湾の政治的地位が主要な問題となった。台湾には中華民国と中華人民共和国はどちらも主権国家であり、二つの国、一つの中国と一つの台湾を形作っているという見解がある。2000年から2008年まで、 中華民国総統を務めた陳水編はこれを支持し中国唯一の政党政府として中華民国の承認を得ようとする活動を中止した。陳水編政権下において中華民国政府は台湾国家として国際連合に加盟することを目指した。しかしバエーが次の総統につくとこういった動きを取りやめた。一つの中国と二つの中国に関する地図中華、 人民共和国中華人民共和国を中国の政党政府であると認定している国家中華人民共和国を中国の政党政府であると認定しているが中華民国とも非公式な関係がある国家中華民国中華民国を中国の政党政府であると認定している国家現在立場を明らかにしていない国家中華人民共和国と中華民国は 公式には互いを正式な政府とは認めていない。両政府は中国を統治する国家はただ一つしかなく、それぞれ自身こそが台湾、中国大陸を含む中国全土を代表する政党政府であり、相手の政府は非公式な政権であると主張してきた。中華人民共和国政府は中華民国を国家として承認すること、国家として扱うことに強く反対している。 中国政府は一貫して二つの中国という概念に反対し続けており代わりに中国全土が唯一不可分が主権の下にあるという一つの中国という原則を打ち出した中華人民共和国はこの原則のもと中華民国が統括している領域を実行支配していないにもかかわらず中華人民共和国と 中華民国が統治している領土は同じ中国領土の一部分であり、全体で不可分な中国という主権国家であると主張している。さらに継承国理論の下に中華人民共和国は自国政府が中国の政府として中華民国を継承したもので、台湾を拠点とする現在の中華民国政府は違法政権であって取って代わられるべきであるという主張を繰り返している。 南北等距離外交政策により二重承認を認めている大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国とは異なり中華人民共和国は一つの中国の原則に基づき中華民国との外交関係を断絶した国とだけ外交関係を樹立することを求めているこのためアメリカ合衆国や日本など中華民国との交流が深い国であっても同国とは 国交断絶を余儀なくされている。中華民国は1980年代以降、チャイニーズ台北などの名義でオリンピック競技をはじめとした国際的な場に参、隠することを余儀なくされている。これは中華人民共和国が国際的な影響力を行使して、中華民国が国際的な場で中華民国という公式名称を使用させないためである。 公式発表やメディアの報道においても、中華人民共和国は、現在の台湾を指して、中華民国という名称を用いることは、決してなく、中華民国政府を台湾当局と呼ぶなど、中華民国の政府機関や役職、事物の名称をそのまま使わずに言い換えることを徹底している。国境内戦の結果、中国大陸には中華人民共和国が成立し、 大陸領土を失った中華民国は1949年に大陸部の領土奪還を目指す拠点として台北を臨時首都と定め実質的に台湾に移転した。実質的な支配地域が台湾に限定された後も中華民国政府は制度上は中国大陸全土を支配しているという前提を崩さず自らを中国、中華、チャイナと呼称し続けた。 中華人民共和国と国交を結んだ国との断交、中華人民共和国の加盟を認めた国際連合からの脱退など強硬姿勢を取り続けた。1960年に国際オリンピック委員会からチャイナ名義でのオリンピック参加を否定され、台湾、またはフォルモサの名義を使用することを求められた。中華民国はこれを拒否し、英語表記リパブリック・オブ・チャイナの略称である。 ROC 名義で参加している。このような状況で経済発展、民主化の流れを受けた中華民国政府は1991年に動員官団時期臨時上官を廃止。これにより中国共産党を反乱団体と規定することをやめ、中華人民共和国が中国大陸を統治しているという事実を認め、台湾、広古、金門、馬葬、 自らの実行支配が及ぶ範囲とし、立場を変化させた。大陸を含む中国全土を領土とする中華民国の一行政区画であるという建前から残存していた。台湾省の機能は1997年に凍結され、2018年には事実上廃止された。台湾において言論の自由や民主主義が浸透し、台湾独立運動が影響力を強め、ひいては独大。 天然毒と呼ばれる台湾の独立を前提にした考えの人々が増えたことにより事態がさらに複雑になっている。中華人民共和国は2つの中国を受け入れがたい概念とする一方で中国とは全く別に台湾国家として独立する台湾独立はさらに悪い事態であると考えている。 この問題に対する立場は民主化後の中華民国が政権交代を何度か経たことで時の政権によって変化している。九百九十九年、当時の総統、李登輝は中台関係を特殊な国と国の関係と定義した。沈水編は総統在任中の二千二年に台湾と対岸の中国はそれぞれ別の国であるとし、台湾は他人の地方政府でもなければ、 他人の一生でもないと発言した。陳水平時代の政府は、二つの中国に対する混乱を避けるためとして、台湾の名を国際的に使用する政策をとった。現在でも中華民国旅券で旅行する際、入国審査官に中華人民共和国国民と取り違えられる困難な事態に直面することがあり、中華民国旅券に台湾という英語名称を加えている。 2008年9月、バエー級は、中大関係について2つの中国や2つの国といった問題ではない、特殊な関係であると述べた。さらに、両者の主権問題は現在は解決不可能と述べ、解決できるようになるまでの暫定的な指針として、現在双方の政府が承認している、92教式を引用している。中華民国総統府スポークスマン、王薫は、 この場永久発言について、中華民国が独立した主権国家であることを否定したものではなく、中台関係が台湾地区と大陸地区という二つの地域の間の関係である。ことは中華民国憲法像、お条文第十一条と両岸人民関係条例に基づくと説明した。蔡英文は二つの中国の立場に立っており、すでに中華民国は、 独立国家であるので独立宣言などする必要がないという天然独の考え方である。一方で中華民国を認めず台湾独立を主張する沈水編のようなラジカルな独立運動とも距離を置いている。ありがとうございます。